モハマット・ナシールは、インドネシアの裏マー、政治家。1950年から1951年にかけて、首相を務め、退任後は、スカルのスハルト領政権に対して批判的な立場を貫いた。英語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、アラビア語を話すマルチリンガルであり、エスペラントも理解することができたという。ナシールの切って1908年に、 西スマトラ州ソロクで生まれる。父モハーマット・イドリース・スターン・サリパドは、オランダ領東インドの地方政府で働く、現地人管理だった。1916年に、パダンの現地人向けの学校に入学し、数ヶ月後には、ソロク校に移り勉強を続ける傍ら、夜はマドラサに通い勉強した。1919年に、妹と共に、パダン校に移り、卒業後は、 バンドンの高校に進学する。ナシールは、後年、西洋の古典史を学ぶために進学したと語っている。その後は、大学で2年間教育学を学び、教師の資格を取得する。ナシールは、クルアーンやイスラム法学に興味を持ち、バンドンのアフマドハッサンの下で学んだ。また、高校在学中に、ジャーナリストとして活動し、1929年に記事を2つ書いている。 同年にイスラムの擁護者新聞を創刊し、1935年まで活動を続けた。1934年10月20日にバンドンでヌンナハルと結婚し、6人の子供を設けた。1930年には私立学校を設立して、イスラム教教育を施したが、太平洋戦争勃発によるライン作戦で日本軍に占領された際に閉鎖に追い込まれる。 学校の閉鎖後、ナシールはアグス・サリムなどの裏マーたちと連携するようになり、1930年代にサリムとスカルノの中介者となった。1938年にインドネシア・イスラム島に入島し、1940年から1942年にかけてバンドン支部長を務めた。また、1945年までバンドンの教育担当を務めていた。 日本軍の占領中には、マシミに参加し、指導者の一人となった。ナシール内閣1945年8月17日に、インドネシア独立宣言がされると、ナシールはインドネシア中央国民委員会委員に就任する。1950年9月5日には首相に就任し、1951年まで務めた。ナシールの政治理念は、クルアーンの まき散らすものに基づいており、イスラム教の教えが国家、社会、個人に影響を持つ馬を理想とした。また、人権問題とイスラム教の近代化にも努めた。ナシールは、政教分離原則をとったスカルノとは異なり、宗教と国家はインドネシア人の本質的な部分であると考え、宗教研究家、ウィリアム・モントゴメリー・ワットの言葉を引用し、 イスラム教は単なる宗教ではなく文化そのものであると主張した。首相退任後、ナシールはスカルノが掲げる指導される民主主義に反対し、インドネシア革命政府に加わり抵抗運動を展開する。そのため、ナシールは1962年に逮捕されてマランに投獄され、スハルトが実権を掌握した後の1966年7月に釈放された。 釈放後は、イスラム教団体を設立し、イギリスのオックスフォードイスラムセンター、パキスタンの世界イスラム協議会と交流を深めた。1980年5月5日に、スハルト政権の独裁に抗議する50人の嘆願書を提出し、海外渡航を禁止される。以降は国内に泊まり、1970年代には、スカルのスハルトのイスラム教に対する扱いについて記した。 著作を出版している。1993年にジャカルタで死去した。ナシールは生涯で45冊の書籍を出版し、イスラム教に対する見解を述べた数百の記事を掲載した。初期の書籍はオランダ語とインドネシア語で書かれ、イスラム教の教義、文化、政治との関係、女性の役割について論じている。後期の書籍は英語で書かれ、 イスラム教とキリスト教の関係について論じている。アイプロシディとハムカはナシールの著作を歴史的記録であるだけでなく、イスラム教徒にとって未来の指針となるとして高く評価している。1967年にレバノンのイスラム大学から文学博士号を授与され、1980年にファイサル国王財団から表彰されている。また、1991年には、 マレーシア国立大学とマレーシアサインズ大学から名誉博士号を授与されている。2008年11月10日にはインドネシア国家英雄に選ばれている。ブルース・ローレンスはナシールはイスラム改革を推進した最も著名な政治家と評価している。ありがとうございます。